カブトムシ鳴き声選手権するじゃん。いいよ。うん。俺からやっていい？いいよ。いいよ。チョピ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 チョ。これですね。本日は？僕？うん。行くよ。ちょっと待って。お願いします。お願い。お願い。お願い。そうだい。俺もギボアイコしてやりたい。ギボギボギボ。教えてよ。調べろ。どこで切るの？それギボはイコなの？調べろ。あれ目の前の黒い箱で調べろお前。卓球選手だっけ？うん？ギボアイコ？ギボアイコって。違う、それ違うアイコや。多分。あれでしょ？福原じゃない。福原じゃない人。あの電子タバコだっけ？アイコスじゃない。上原アイコスでもない、ちなみに。セクシー女優の上原アイコスでもない。うん、あー、違うよ。うん、あれか、ゲームセンターにある太鼓のゲームの音ゲーのやつ。アイコの達人でもない。あの、じゃあ、そこ、じゃんけんでチョキとチョキみたいな。アイコでもない。アイコでもある。どんどん出てくる。アイコではある。おじさんのアイスコーヒーの言い方とか。違う、それアイコ。ちょっと違う。アイコか。うん。全然。はい。なかった。角城です。くれないよ今。そうまた。中野アルマがくれないを叩いてたら影丸が死にました。太鼓の達人やってたらなんか横でしょ、こっちでも太鼓の達人の話題してる。はっちゃんが普通にゲームしてるの普通に見えました。おい、じゃあはちゃま、おしおんがそういうこと言うんだ。普通に見えたよ、移動したの。しおんって冤罪師じゃない限りはありえない。あの、この言い方してるから冤罪師じゃないですか。すいません、義母愛子、改めイボ愛子です。え意味わかんないって。何わかんないんだって。ただいっぱい。すいません、あの、私、義母愛子を改め、義母愛子です。義母愛子はあんま分かってない。義母植え付けてるだろう。義母さん。改められてもな。影丸さんのね、あの、分かるんですよ、役職分かろうと思えば。言ってくださいよ。いや、ここはね、使いどころじゃないような気がする。じゃあ、あなたも使えないんだろ。次ですよ。次は使えないんだろ、お前よ。他にいます？でもそう、霊媒太鼓出ないんだったら。ギボさんいます？いませんよね。え、でもさ、シオンさんが出ておいでよ。切ってるって。うん。ブドウ愛子です。霊媒太鼓を主張しない限りは。ブドウ愛子です。ブドウ、ちょっと待ってください。ブドウ愛子さん。え？ネロちゃん？ブドウ愛子です。ネロちゃん？あなたブドウなの？待って、歌手のアイコもいたよ、確かこの村。今のハッチャン、アイコいる？どうも、少し背の高いアイコです。少し背高そうなアイコ出てきたで、お前大事だっていう。すいません、少し背高いだけなんです。背の高いアイコ超えてるやないかよ、お前。いや、だからね、あのオシオンさん、言い間違いですよ、あなた。え、でもアイコさんにいるよ。はい、本当です。カブトムシです。お、ここにいたんだ。ここにいたんだ。探してねえだろ。あった。もうハッチャンじゃないんだ。テトラポッドです。あなた、あなた見間違いですよ。見間違いか。本当か？エリアシ切ったろか？いや、見間違いをしてんの普通に怪しいけどね。ハッチャンは本当に霊媒師だったら。うん、私ギボアイコ、改めイボアイコですよ。俺出ましたよ。終わった。終わったわ。じゃあな。外出た瞬間。俺の。何？うん、外出た瞬間、俺の死体あるわ。あはは、ラマズかい。終わったわ。おーい。おい、なんだよこれ。てめえ。そう見てら。てめえ。姉様。俺だもし。姉様、私やりました。てめえ。あれ、ハローキティの要領で。あれ。ハローキティ。こんにちは。こんにちは。ネロちゃん。あんまりマイク近づけ。ナバーズかな。うわ、影丸崇拝者だったら見りゃよかったな。じゃあ、え、おしおさんはどうするの。おしおさんが怪しいやん。
やよく霊媒師やる人しかいないのに連れたい。インポスターラファーズとかないんすか。全然あるでしょ。えでもそんな結構ね、えだって霊媒師がいない。霊媒師対抗影丸が霊媒師だったことになるんじゃない。そしたらえでも浅井さんが俺霊媒師ってさっき言ってたじゃん。ああ、こいつの言うことなんて9割5分嘘ですよ。なかなかの打率で嘘。嘘なの。ただし。ゴブ信じて。間違いか今の。じゃあ僕の。ゴブってほぼないやん。本当めや。じゃああいつ来るやん八山。なんだろう。一緒にいたの。でも四葉さんとアルマさんぐらいですよね。あの時私ちょっと離れてたよ。でもああ四葉さんちょっと後ろにいた気がした。うん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 、うん、いいぞ。いやでもアルマ君もちょっと離れてた気がするよ。僕絶対無理でしょ。アルマ八山、並び的にアルマ八山影山ロシオみたいな並びだったと思うから。うん、食レポでした。食レポ、それすらもわかんない。食レポ分かってますけど。急に食レポするか。おい食レポでしたかね。はっちゃんがレポートした気がする。なんかでもはっちゃんの叫び声聞こえてたけどな。なんかめっちゃ近かったから普通に聞こえた。なんだろうなと思ったらボタンが入ったから。食レポだったら四つ葉セットのどっちかじゃない。今焦った。無理ですね。バイタル見てて3秒経ってます。いやパンケーキうめんだよな。このパンケーキがねちょっとやめるんですよね。下のね四つ葉食い終わってるもんだって。ほらちょっと残ってるよ。瀬戸は食い始めだもんな。さあ今日はねこのパンケーキをねいただきたいと思います。さあ上にかかったねこれ、あこれカブトムシですね。これカブトムシの見てた。これこれカブトムシ、あ、アイコが近くにいますね。これここにいたんだカブトムシ。ここに止まってました。何なんだよこれ。あなんか安心してる？よつはちゃん。いやいやいや。おーやつはー似てるぞー頑張れアレゴ。食べてないから。知ってさーこんなと思う。知ってるよ。カブトムシ鳴き声選手権するじゃん。いいよ。うん。俺からやっていい？いいよ。いいよ。いくよ。うん。チョピ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 。食ありだ。これですね。あじゃあ、ね、俺やっていい？あ本当いいよ。ビッ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 おい、何のポケモンや。今の何のポケモン。カブトムシ。どうなるんだよ。おい。ところで。見てたハテナさんが。あれはセトやつだ。何が起きたんだ。お前。お前だ。俺じゃねえよ。死んだんだよセトがいきなり目の前で。お前だろ。コミュサボがなって夏ぴょんぽんずセットでクソみたいなことしてもいい感じでなくなりそうで、瀬戸がいきなり切ってた。夏ぴょんの店はポンズ切ってない。もう一回あポンズは切ってない。うん、多分透明の人が僕目線イビルサイエットエラクロスが表現したからそういうことか。あのね申し訳ないんだけど夏ぴょんぽんず以外全員ラウンジにいたからごめん。じゃあ瀬戸が崇拝者なんじゃね。まあそれはある。あのあれなの、まあ、でも瀬戸が崇拝者なら俺までつって一陣が落とせば安定しそうだけど、はいはいはい、バブケはねあれだよ。なんだっけ冤罪師だったよ。あのハテナちゃんとさ四つ葉とさバブケで3人でいたじゃん。うん、はいはい、はてなちゃんがスーっていなくなったと後に私にふっかけてきてるから。ラス賢いね。どのパターンがあんだ。いいね。だってこれ結構ごちゃってるな。瀬戸村長はないでしょさすがに。ある。まあ、瀬戸村長だとしたら僕が釣ればいいでしょ。まあ、瀬戸崇拝者だと思うね。だとしたらラウンジに全員いるなら、まあ、でも四つ葉ちゃんしてバブケさん崇拝者なのよね。崇拝者じゃない、冤罪師だよ。あ、冤罪師か。うん。それはだって自分が切ったモーションになってないんでしょ。なってない。
いい感じに噛み合ってる。あ、冤罪師でもないもん、ね、うん、ポンズとナツピョンさんしかいなかったんだよ。もうセットがあれじゃない、冤罪師以外だったらナツピョン釣っとけばいいんじゃない。いやまあ俺釣りでも全然いいと思う。まあでも俺目線は多分一連の流れやりきって、多分あのカブトムシのあの短命だからやつが自分で死んだんじゃねえの。カブトムシなんかこういう事件やってて、ストーリーをそんな感じだったんで、ね、冤罪師っぽいわ、めちゃくちゃ、うん、カブトムシ鳴き声で選手権崇拝者、崇拝者、崇拝者だ、うん、でしょ、底辺 YouTuber すぎ、ああまあまあ崇拝者落ちたから大丈夫だろ。ワンチャンナツピョンある、ワンチャンナツピョン全然ある、全然ある。気持ち悪いな、かわいいカブトムシ危ねえ、続いちゃうんだこれで、かわいいカブトムシ、おいどうなってんの、おい行かせてくれよ、ポンズのカブトムシ最後までよ、お前気になっちゃうよ。え、でも聞いてたでしょ、聞いた、あれか、俺だけしか聞こえんかったか、もしかして、そう、コメソバ入ったから途中で切れたんだよ。差し上げますってこと、もう、イカがいる、イカ選手権始まって見られないと、いやでもこれいいとこなんじゃないか。よしよしよし、これ冤罪をかけられてます、これ。え、これが冤罪師です。あ、じゃあ対抗でいいかも。対抗、え、だって私視点は、まあ、あとバブキが冤罪師だから、ありえないよ。まずい、最高だったら、そんなことはない、ね、負けだ。うん。どっちに連れても負けだ。そう、ガチあるぞ、そう、さっきね、冤罪されて、みんな連れてってたの。だからみんなでラウンジに一緒にいたんだよね。生きてーって言って、ラウンジまで連れてった。いいな、こっちはこれ分かってないな。ちゃうよ、この、やっぱ、よっちゃこれ。え、じゃあバブキなんで死んだかが分かんないよ、私の目の前で。弾けたけど。普通にシェリフ自爆とかじゃない、俺確実に自分が来てたからね、今。だけなんて。え、確かに自分が来てる人もしないと。自分来たモーション出たよ。え？この太鼓めんどくさ。え？来た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 。どういうこと俺？スハインポスターや。え、でも、え、そんなことする？私だったらみんな連れてこなくてよくない？だって相方のナツピョンさんだったらさ、なんか首絞めてない？ナツピョンさんも。相方のナツピョンさん、相方のナツピョンさん視点が好きすぎている。やばい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 、出ちゃった、戻ったね、今やばいね、今あれ、ご頑張れ。それは分からないからね、向こうの情報は。大否定今のやばいだろ。まあ、もう来たな、今欲しいぐらいかな。もう1キロ入ったら分かるんじゃない？相方の相方なんすよ、なんでよ。あ、でも意外とやってたら気づかないんで、やっぱ意外とね、スルーしてる。吉山が来るだと思ってるから、それで考えるとおしのさんは絶対人外だと思ってたから、まあ冤罪師の方がなってる。大島君やん。さあアルマは気づかないんだよな、ね、確かに竹尾さんとかアルマさん気づきそうだけどな。そのポンズが嘘ついてることになるか、うん、おしおんさんはまあなんか普通に村の役職でポンズに殺されたことになってるから、うん、まあそれよりは冤罪師とかで適当きっかけてたのかな。あの方がさっさっ、うーん、スキップしますさ、いけねえ、まっちゃんがキルしてたって言ってたもんね、おしおんさんね。だってね、一つ外れでいいと思うんですけど、スキップ入れときますね、一応。ああなるほどね。え、入れるんじゃ。私スキップしちゃった。スキップ入れちゃった。はい、もうスキップよ。釣れそう。え、どういうことこれ。本当に言ってる。どこまでシラコを通せるか。キルモーション。いいよ、でもシラコするよ。シラコをキルするだけ。ステータス。やばいじゃない。やばいですね、これ。なかなか。ですよ、これ。どこだ。シラコいな、お前。二人いるかもしれない。シラコいな、お前。え、白子天心系、おい白子いな、おい頑張れ頑張れ、はい焼けるよ、おいはい殺せよ、ハニャで押し通せ、連れてけ、ハニャじゃねえんだよ、お前どういうこと、あっハニャー、ハニャー、ナイスボタン、え、これってさ、うん、白子一回スキップになったら白子いっすね、めちゃくちゃ四つはめちゃくちゃ白子いって勝ちになんない、え、待って待って、いや、そんなことなくない、え、どういうこと、どういうこと、結局じゃあ分かってないですよ、しかないその時、でも一陣外連れてると思うなら
うん、あ、だ PP があるか。でも俺目線は、まあ、瀬戸が自爆かな、自分が。いやでもどうなんですかね、もう分かんないですね。え、だってさ、これスキップにしたところで絶対スコアないじゃん。決めするしかない気がするんだけど。確かに、まあそうね、怖い。じゃあシオン、あ、じゃあ、え、あれも、え、待って、あ、冤罪者が有効なのは2ターンですとの2ターン、あ、じゃあスキップでいいじゃん。ユーザーさんから釣ればもう一回ボタン、足んなくね、普通は2ターンしか有効じゃねえんだ。そんなことない、僕もボタンないから。回避できればいいのか。じゃあ次俺のボタン押して、うん、これ2回目だよね。俺釣られるじゃん。そのあとボタンある、ボタンがもうないんだよな。アルマハテナ使ってて、うん、外れていいだろ。私が先に押す、私多分あると思うよ。え、ていうかさ、2ターンなんだったら先に点跳ねすればよくね。誰も2ターン立ってるし、そうなるよな。点跳ねつけ次のターンポンすればいいじゃん。確かに、ナイスブレイン、賢い、センキュー。まあ、これ待って、何が残ってる、これって人外漫才師呼んで落ち。もうほんとふざけやがって、もう無理。どういうこと、どういうことなんこれ。村長、いや、これはバブルがね、聡明でしたね。ってこと、あ、そういうことか、言ってたと思った、そういうことか。いや、バブルが頭良かったね、これは。ナイス。嘘だ、うまいね、本当に。うっそ、え、バブルってなんだっけ。いや、僕村長の中に自爆しに行ってます。あー、あー、くっそ、おわ、すごっ。マジいけると思ったわ。ふっかけられたと思ってたわ、ずっと。近かったんだね。普通にそう思ってたから、別に嘘みたいになってなかったんだ。うん、本当だと思ってたからね。めちゃくちゃ嘘をめえじゃんって思いながら。そういうことか。めちゃくちゃ視点透けしてましたよ。確かに大破綻発言してましたよ、議論中。うん、私もなんか夏ぴょん相方って言ってたもんね。相方相方相方わかるわかる。相方夏ぴょんさんって言ってたから。変な汗出た、変な汗出た。あ、やっぱ言ってたんだ、あの時。うん、危なかった。相方夏ぴょん、相方みんな気づかねえよ。いやいや、そんなわけないよなと思ったのよ。試合続いてるから夏ピョンインポスター確定だから、そんな変じゃなくね。あ、まあ、相方一で夏ピョンしか多分ないから。あ、そう、あ、確かに。多分一回ポンズが突っ込んでみんなおーんってなった。うーん、牛尾さんは見間違いだね。あれあれ、素の見間違いだった。素の見間違いでした。あー、そうなんだ、そうなんだ、間違いなんだ。あっちゃん、すまんな。